人気デュオ近畿キッズの堂本光一が3日、東京、帝国劇場で上演されるミュージカル、エンドレスショック、エターナルマイナスゲネプロ前囲みに登壇した。今回、20年以上にわたって愛されてきた、光一主演のミュージカル、エンドレスショックを、新型コロナウイルス対策を施した、スピンオフ作品として上演。これに際して光一はいろいろ誤解を招くかもしれませんがとしながらも自分の覚悟としてはもう本編はもしかしたらできないかもしれないという思いの中明日幕を開けますと強い思いを打ち明けた。いつかは本編をもう一度と期待する声にはこればかりはわからないですね。世界中が乗り越えなければいけない時期、前回の緊急事態宣言もそうですが、決して日本は拘束力のない中で一定の成果が見られる。そこは誇りに思うべきだし、ソーシャルディスタンスなどありますが、気持ちは今までになく一つになるべきなのでは、と思います。そこが誇りに思える日が来ればいいなと、現状における率直な気持ちを話した。昨年2月26日の公演中止以来、344日ぶりに、帝劇での幕開けされる今作は、昨週に大阪、梅田芸術劇場で初めて上演。幕合いなしの2時間構成で、カンパニーが、光一との3年前のエピソードを回想する形で、物語が進行する。光一は、3年後の世界で、このみんなが何を思い、過ごしていたのか、今はどう過ごしているのかを描いた作品になっています。僕はこの世にいない存在なので徒党から亡くなっておりますと早々のネタバレで笑いを誘った。今作ならではの試みとしてまずオーケストラピットは舞台上へ。光一はどうしても狭い空間になってしまうのでステージ上に上がってもらってディスタンスも取りながら、管楽器以外の皆さんはマスクをしていただくという形になっておりますと説明。フライングは無人の舞台上空に変更、激しい盾はストップモーションを用いるなど感染対策を徹底しており、寂しいと思わせない作りにしたつもりですけどね、と胸を張っていた。このほか、上田竜也、カトゥーン、冬から、エチオカユウキ、松崎雄介、梅田彩香、前田南里が参加した。